Hi, I'm Gogo Shinichi. はい、雨が降っております。今日はですね、裏山で群幕キャンプのメンバーさんとソロキャンプ、グループソロキャンか。グループソロキャンをやりたいと思います。どういう組み合わせで行くんですか？僕はタープの下にフレッパーかも群幕を、あ、群幕なんですね、インしようかなと思ってますが思ってますが、スタートからいろんなもんを忘れ忘れ頑張ってください。私は向かい側でタープを張ります。はい、今日はね、これね、ハンモックなんですけどもね、びっちゃびっちゃやな。これをあえてハンモックとしてじゃなくて、地べたでね、ちょっと蚊帳として使えるかっていうのを今日はね、試していきたいと思います。びっちゃびっちゃやもんな、地べたがさすがにここまでなっちゃうところで、久しぶりいや濡れてるもんな、すでに地べたが乾かない。はい、はい、今日ここ、ここっすよ。ああ、なるほどね。いいな、タープ。なんか、やっぱり開いたら予想はしてたけど、絶対このぐらいになるよなって。あきらちゃん、今カメラ回してるんで、ぜひとも登場してください。あれですか？あれ、アンドさん、そっち向くんですか？はい。僕らの方向いてくれないですか？僕らの方。おっさん、おっさん、ジジイ、おっさんたち、チームジジイ、ジジイ、あ、どうも、キラキンです。最近伸びしろしか感じない。止まりました。また年内1000人は行きますね、余裕で。このペースだと。ね、頑張りたいですね。頑張ってください。はい、みんなあっちか。やっぱりタープいいな。これにこのハンモックを蚊帳で。これをどうするんですか？こんな感じでこう、こう、こういう、あ、ここから釣り上げ、あ、これをこう低めに下げて、あ、いや、これはもう地べたで、あ、地べたで、おお、多分いい感じに行く予定なんですけどね、僕の予定では。そうか、地べたスタイルで、中に紐が通ってます。あ、通ってんの？あ、今中に、あ、中に通ってます。ただ、そのおかげでいいね。そうですね、もう直で、あれ引かずに、あ、もう、何も引かない。おお、これやってみたかったんですよね。いや、これ絶対いいっすよね、絶対いいっすよね、うん、これでもうここにこう貼れば、ほら、寝れるでしょ。寝れる、地べたスタイルで、こ、うん、ここ開けて、うん、グランドシートして、これ引けば下がこう、そこの形ができて、むしろこれもなんかペグダウンしようと思ったけど、線でいいな。ここ開いてペグダウンしようと思ったけど、めんどくさいけんやらんどこうかな。これはカリンコタープだそうです。カリンコタープ、中華タープ最高。なんかやっぱちょっとテロンテロンですね、うん、粘りがない感じで、厚みが全然違う、厚みがちょっとやっぱ違うんですね、うん、まあ全然問題ないです。大丈夫、燃えたら交換がすぐかかり、買えます。ちなみにこれサイズ何ぼっすか？ 4.5 の、あ、なんかでかいなと思った。そうそう、 4×3？ そうそうそう、あー、長方形タープですね。4.5×3 だ、うん、なんか独特な大きさかなと思ったけど、そうそう、長方形ですね。スーパー長方形、あったあった、これだ。これ袋まで同じやもんね。パクリパクリ、これやばいね。ちょっと待って、袋ちょうだい。ある、 4.5 って書いてる。 3m の 4.5。 はい、こんな感じです袋まで同じ、丸パクリや。それにしてもびちゃびちゃやな、デザインもろパクリやね。もう少しオリジナリティをちょっと出してほしかったね。訴えられてもおかしくないデザインですね、これね、うん、間違いない。映ってないんですか？映ってないですよ。あ、どうも、キラちゃんです、はい、よろしくお願いします。僕もね、ちゃんと手伝いやってます。手伝いやってます、アピール。大丈夫ですか？でかっ。今日、これ、今日、3人でラブラブでここで
お宿でやるんですよね。めっちゃでかっ。44？ え、これ何？44。あ、44か。こんなでかいですね、44。やばいね、ほんと。いや、もう快適や。でかー。あ、でもこれさえ貼ってしまえば安心ですね。そうそうそう。あとはね。いいな。おー、いい感じだ、いい感じだ。あ、お宿。お宿ができました。できました。じゃあこのエスケープゾーンってことでみんな沈没したらここに集合する形で。カバちゃんです。あ、どうもこれカバちゃんのやつ。あ、ですです。こう流れてるからまだいいんですよね。あ、そうやね。ここが濡れてるんですけど、この下はまだなんとか大丈夫ですよね。濡れてるけど。ハンモックの下、ハンモックこれ結構染みてこもって。あ、染みります、します。やっぱ染みる。はい、これだってそもそも防水じゃないですもん。ああ、とりあえずもう枠だけに。はい。もうか、ね、もう寝染みるけど、まあ単純にこれがあるから。ああ、そこで止まる。キラちゃん大丈夫？キラさんの頭の上すげくないですか？やばい、水が溜まってる。水が溜まってますかないですか？これもダメ。やば。キラちゃんどうしたんですかこれ？やばいめっちゃ崩壊してる。この変形張り。変形張り。変形張りっす。あれですよね、何気に照明効果もありますよね。ちょっとここら辺ぽわってやっぱ明るくなる、うん、ですね。一気にバッと明るくなる。ここら辺がやっぱ一番明るいですもんね、カバちゃんのところが。あったか、日があるとね。日があるといいですよね。これ鉄板をだけ温めて暖を取る新しい。そう、鉄板で暖を取る。鉄板で暖を取る確かにあの熱があるですよね。そう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 。いつものやつやってくださいよ。あれカバちゃん、なんかあったでしょ。いや、いつもやってないですよ無茶ぶりするってか、僕もそっち入っていいですか。あ、うん、どうも、カバちゃんです。お宅訪問、隣の晩御飯。はい。今日のなんかこだわりポイントは何ですか。今日はやっぱタープですよね。あ、タープ、とりあえずタープ貼っとけ。あ、これカバちゃんのやつだった。あ、ですです、44です。44なんで、44の中に今後でちょっとやり紹介しますけど、コウさん、やっぱ焚き火いいっすね。いやー、本当は暖かいです。雨でも焚き火はできるぞということで、はい、そうですね。薪を持ってきて、はい、荷物はかさばるけど。そうですね、ちょっと悩んだんですけど、やっぱり焚き火はしたかったですね。で、テントがフランス軍の F1 テント。フランス軍の F1 テント。僕もなんか軍幕の知識がついてきたんで、これはもう分かります。寝床には本当にいいんですけど、ちょっと電子が雨をあってか、パークもやってるし、もうドライですね、ここら辺は。そうですね、下からの染み込みがなければ。はいはい、めっちゃ広やん。ですね。これ床面ってどのくらいのサイズなんですか。床どのくらいですかね。床面、コウさん床面わかんねえ。畳2畳分ぐらい、1.5 ぐらいですか。 1.5 ぐらいかな。 1.5×2.3 ぐらいあるんですよ。まあ一応2人用って感じで、まあ、フランス人はでかいよっていうことでです。じゃあ移動以上でした。どんな動画なんだ。55新一チャンネルでは初登場のコウさん、お、よろしくお願いします。今日のこだわりポイントを教えていただきたいんですけど。こだわりポイント特にないですけど。ないですね、今日は。あ、雨対策はしてきたんですか、今日。なんか雨対策は何もして考えてなくて、とりあえず F1 テントで、はいはいはい、まあ、ナイロンやけ雨いけるかなぐらいの。これはこれで全然いいんでしょ、雨は。うん、全然大丈夫。TD タープ上にやってるけど。うん、全然大丈夫。
けど要するにあれですよね、この土間スペースを、そう、土間スペースがなくてですね土間スペースがなかったんで、土間スペースを確保するためにこれ貼ったんですよ、はいはい、ダブルで防水対策だからもう完璧、ね、まあ、寝るときはもう安心感、安心感はないですね、はい、半端ない。で今日は焚き火ももう諦めて、諦めてガスで、まあそうなりますよね、はい、ガスで鉄板温めて。何気にこれいいっすね、これなんか可愛いサイズのクーラーボックス、クーラーボックスちっちゃくていいですよ、これ。なんかいいっすね、うん、コールマンの色も可愛い、オーディ。これどこで買ったんですか。これネットです。このサイズめっちゃいいっすね。ね、ソルキャン、はい、これぐらいでちょうどいいかなと。ビールのあれが6本入る、6本ぐらいが入ってる。いいっすか。あ、よかった。ちょっといやらしいもの入ってないですよね。大丈夫ですよ。よいしょ。よいしょ。こんな感じですね。あ、いいっすね。いいっすね。これちょっと欲しい。コウさんあれですよね。あの堅くなにオーディ色使う。オーディ色の。オーディがメインですね。男と言ったらオーディ。男と言ったら黙ってオーディで。オーディですね。わかります。はい。オーディ頑張ってよ。で、これか。ケトル。でかい方。はい。でかい方。僕はちっちゃい方ですけど、でかい方。まあ、定番ケースですね。で、これが。戦闘飯盒2型。戦闘飯盒2型。まあ、そんなところですかね。そんなところですね。はい。今日は特になんもないです。特にないし、あんまり動けないし、そう、動けない動けないから前傾が映せないっていう、そう、動けない。まあじゃああとは寝るだけってことですかね。あとは寝るだけですねまたお願いします。またよろしくお願いします。めっちゃ快適なんですけど、ああこれ寝れるわ、余裕で寝れるわ。しかも結構長いっすね、はい、これ 2.2 ぐらい、どこだな、長さは結構あるけど、あんまり全然今も2メートルお高いね。お高いでしょ。これめっちゃいいっすよ。結構張りある。コウさんも寝させてもらったら、いやもうこう普通に行くのが確かにてかこれがなんかいいレイアウトですよね。なんかめっちゃここの中入ったら安心感がある。安心感や、囲まれてる感が半端じゃないだ。あ、つってそこに座って寝るときそこで。でここに焚き火。もうアルコールストーブだけ。はいはいはい。焚き火。あ、アルストで今日は。うん、もうなんかこうビールさっき飲んだけど、その酔いじゃなくて、はいはい、仕事疲れ、夜勤しているそのまま直行したけんが。その疲れでも眠たさがなるほど、食欲よりも食欲よりもねでもこれ寝袋はちなみに何だった今日。あ、今日はモンベルの、ダウンハガ、ダウンハガ、あのスーパー、あのこの新宿の4、はい、あ、4番か4と、あと多分同じの使ってたあのなんか、あ、SK5BB、うん、あー、なるほど、だけで十分かな、うん、あ、いけますね、うん。でも寒かったら、うん、パタゴニアの、あのフリース、あ、最強だフリースあればまあ余裕で寝れる、はい、なんて言ったってもう主催者がいないですからね主催者不在主催者不在のキャンプ意外とあの主催者2人、うん、あ、でもあれなのかな、やっぱり、うん、キャンプなんか慣れてくるっていうか、ベテランであればあるほどこう一匹狼じゃなくて一人で行くじゃないですか、そもそも。ああ、もう人とか全然関係なしで行くよね、うん、だから逆に言うとキラちゃんたちの功績はこうやってみんなつなげてくれたりとか、うん、そのそうですね、パイプ役っていうか、うん、そういうのの功績だから、うん、雨の日キャンプということで身動きが取れないのでもうやることないんで、取れ高なし、取れ高なし、お先に寝させていただきたいと思います。はい、おやすみ、おやすみなさい、消しまーす。キラタン、何寝てるんですか。あ、おはようございます。いや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 、今日はあの群馬区会の主催者これ家で寝ちゃダメでしょ。5万フィルパワーの5万フィルパワーの寝袋ですあかんですって、みんな雨の中頑張ってキャンプやってるんですよ。いやー最高っすね、自宅じゃない野営ですもんこれある意味野営だけど外繋がってますから。いや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 、ですよ、ね、
八重ですか。はい、八重です。じゃあ最後締めてください。じゃあ皆さんも頑張って雨キャンプやりましょう。お疲れ様です。あー、おじい、家が一番いいですね。